映画「かぐやさまはつらせたいファイナル」徹底レビュー恋愛頭脳戦の魅力を解説平野翔と橋本環奈の名演技「かぐやさまはつらせたいファイナル」の魅力を語るそれは暑い夏の日だった町中の映画館で「かぐやさまはつらせたい天才たちの恋愛頭脳戦ファイナル」が上映されると聞きつけ多くのファンが集まっていたその中には 白金美ゆ役の平野翔と、篠宮家具屋役の橋本環奈の演技に心を躍らせる人々がたくさんいた。この映画は、2019年に公開された第一作に続く完結編として、多くの期待を背負っていた。恋愛頭脳戦という独特のテーマで描かれる白銀と篠宮の関係は、多くの視聴者にとって新鮮であり、またその緻密な心理描写が大きな魅力となっていた。映画の物語は、 白金美ゆと篠宮家具屋という二人の天才がお互いに告白させるための策略を練るところから始まる彼らはそれぞれ生徒会長と副会長という立場にあり互いに惹かれ合いながらもそのプライドの高さから素直に気持ちを伝えられずにいた二人の恋愛頭脳戦はまるで戦いのように激しくしかしどこか切なくもあった例えば白銀が篠宮に関節キスを仕掛けるシーンでは その微妙な心理戦が描かれ見るものを引き込んでいく平野翔と橋本環奈の演技はこの映画の魅力をさらに引き立てている平野の演じる白銀は筆実剛健でありながらもどこか不器用でそのギャップが視聴者の心をつかむ一方橋本の演じる篠宮は美しく聡明でありながらも時折見せる妄想癖が可愛らしく 二人の掛け合いがラブコメのコントラストを鮮やかに彩っている。監督の河合隼人は、これまでにも多くのラブストーリーやコメディーを手掛けてきた。その経験が、かぐや様は釣らせたいにも生かされ、視聴者が気楽に楽しめる作品となっている。特に、本作の環境のあるストーリー展開は、平野と橋本の演技によって一層引き立てられ、見る者を飽きさせない。筆者は、 本記事を書くために再び、ファイナル語を鑑賞した。その際、2019年の公開からの3年間での変化に驚かされた。原作漫画、かぐや様は釣らせたい、天才たちの恋愛頭脳戦の作者、赤坂あかの新作、推しの子の世界的なヒットや、挿入歌、会いたくてで参加しているアドの世界進出など、多くの出来事が重なっていた。また、平野はキングプリンスから独立し、 ナンバーアンダーラインアイとして音楽活動を続けている橋本も2024年度後期連続テレビ小説「おむすび NHK 総合」でヒロインを務めることが決まっている今回の地上波初放送は平野にとっても再び映像作品に出る足がかりとなるかもしれない彼の俳優活動が一時止まっていることを考えると今回の放送が新たなスタートとなる可能性があるまた 佐野隼人や浅川奈々、影山優香、福原遥といったキャスト陣も、それぞれのキャリアで大きく躍進している。特に、当時脇役として出演していた高橋文也の成長には目を見張るものがある。このように、かぐや様は釣らせたいは、多くの才能が集結した作品であり、その魅力は時を経ても色あせることがない。映画の中で描かれる白銀と忍宮の関係は、 恋愛の純粋さと不器用さを象徴しており視聴者に深い共感を呼び起こすそしてその心理戦の中で生まれる感情の波は見る者に強い印象を与える映画が終わった後観客は口々に感想を語り合っていたある人は白銀と篠宮の関係が自身の恋愛と重なると感じ涙を流していた別の人は平野と橋本の演技に感動し もう一度見たたいいと話していたこの映画は、ただのエンターテインメントに止まらず、見る者の,の心に深く響く作品であることが改めて証明されたのだ。今、改めて、かぐや様は釣らせたい天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルを見ることで、新たな発見や感動が生まれることだろう。この映画は、時代を超えて愛される作品であり、その魅力はこれからも多くの人々に伝わり続けるだろう。 果たして、白銀と篠宮の関係はこれからどうなるのか。彼らの恋愛頭脳戦は、まだまだ続くのかもしれない。その答えを見つけるためにも、この映画を再び見る価値があると言えるだろう。さて、あなたはこの映画をどう感じただろうか。白銀と篠宮の関係に共感する部分はあっただろうか。そして、彼らの恋愛頭脳戦に興味を持ち続けるだろうか。 この映画を見た後、あなた自身の恋愛観や人間関係に対する考え方が変わるかもしれない。それは、この映画が持つ力の一つであり、見る者に新たな視点を提供するという点で非常に重要な役割を果たしている。その映画観を後にした人々は、心に残る印象と共に帰路についた。それぞれの心に芽生えた感情や思い出を胸に、 彼らの恋愛観や人間関係に対する考え方が少しずつ変わり始めるその日常の中で白銀と篠宮のように素直になれない自分を見つめ直す人もいるだろうし誰かに対して正直に気持ちを伝える勇気を持つ人もいるかもしれない映画「かぐや様は釣らせたい天才たちの恋愛頭脳戦ファイナル」はただのフィクションに止まらず見る者に対して現実の中で生きるヒントを与える作品でもある それは、恋愛における駆け引きや心理戦を描くだけでなく、人と人とのつながりやコミュニケーションの大切さを再認識させるものだ。映画を通じて、誰かに対して素直になることの難しさと、その勇気がもたらす大きな意味を理解することができる。そして、この映画の魅力を語る際に欠かせないのが、そのビジュアルと音楽の要素だ。映画の中で使用されるカメラワークや照明、 色彩のコントラストは、視覚的にも大きなインパクトを与える。また、挿入歌、会いたくてを歌うアドの声は、物語の感情の高まりを一層引き立て、視聴者の心に深く響く。その音楽と映像が一体となり、物語の中に引き込まれる体験は、映画館で見ることでしか味わえない特別なものだ。さらに、この作品が特別である理由の一つに、 キャスト陣の素晴ららしい演技が挙げられる平野翔の白金みゆきはその真ほめさと不器用さが絶妙に融合し多くの視聴者に共感を呼び起こすまた橋本環奈の篠宮家具屋はその聡明さと可愛らしさが見事に表現されており二人の掛け合いは見ているだけで微笑ましくなるそれぞれのキャラクターが持つ個性が際立ち物語に深みを与えているのだ この映画が公開されてから数年が経ち、キャスト陣もそれぞれの道を歩んでいる。平野は音楽活動に専念し、橋本は新たなドラマでの活躍が期待されている。彼らの成長とともに、かぐや様は釣らせたいという作品もまた、時を経て新たな魅力を見せ続けているのだ。そして、佐野隼と浅川奈々、影山優香、福原遥といった共演者たちも、 それぞれが映画界やテレビ界でのキャリアを築き上げている。特に、当時脇役として出演していた高橋文也の成長は目覚ましく、彼の演技が今後どのように進化していくのかにも注目が集まる。この映画が地上波初放送されることは、多くの新しい視聴者にとっても大きなチャンスである。過去に見逃してしまった人や、再び見たいと感じる人々にとって、この機会は非常に貴重だ。 彼らがこの作品を通じてどのような感情を抱き、どのように感じるのか、その反応を見るのもまた楽しみである。最後に、もしあなたがまだこの映画を見ていないなら、ぜひ一度見てみることをおすすめする。かぐや様は釣らせたい、天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルは、恋愛の持つ複雑さと美しさを描いた作品であり、見る者に深い感動を与えること間違いないだろう。そして、 その感動を共有することで、あなたの周りの人々との関係もより深まるかもしれない。この映画を通じて、新たな発見と感動を体験してほしい。